どうもー、みーつでございます。今回は登録販売者試験第3章丸52、口内炎用薬覚え方過去問実演っていうことについて動画を撮っていきます。で、僕のチャンネルなんですけども、まあ、こういうふうにね、みんなで登録販売者に合格しましょうとかですね、社会のね、こういうところが問題じゃないかとか、いろんなことは話していくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。まあ、あとは動画が役立ったとか、興味ある動画だけでも見るよって方は、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、話していくんですけども、まあ、今回もね、この図があった方が、分かりやすいと思うんでね、これをちょっと貼りながらちょっと説明していくんですけども、僕はですね、GoTo キャンペーンで泊まりに行くとか、そういうことはね、予定していませんので、まあ、近場では動きますけども、ステイホームでですね、一生懸命動画をね、作っていこうと思ってますので、よろしくお願いします。まあね、3年後5年後見てくれてる方もね、役立つ内容ということで考えてまずね、作ってますので、よろしくお願いします。それでですね、口内炎用薬なんですけども、まあこういうね、口内炎とかね、舌の炎症っていうのを、緩和するね、ことを目的として、口腔内局所に、まあその部分的にですね、使われる外用のお薬ですということなんですけども、口内炎とかね、舌炎っていうのはいずれもですね、口腔粘膜に生じる炎症で、代表的な、口腔疾患であるということですね。まあ、代表的なその口腔の、まあ、病気であると。それで口腔粘膜のね、上皮、まあ、一番なんていうのかな、その触れる部分というかね、見える部分ですね、に水泡や潰瘍ができて痛み、時に口臭を伴うと。それでこの口内炎とかね、舌炎の仕組みっていうのは必ずしも解明されていないが、まあね、ある程度もう分かるとは思いますけども、栄養摂取のね、偏りとか、まあ睡眠不足とかですね、まあ、あとドライマウスなんてもね、言いますけども、まあそういうね、唾液分泌が低下するとか、まあストレスとか睡眠不足だと低下するなんても言いますよね。まあそういうことによってですね、このお口の中がね、不衛生になって、まあ起きてるんじゃないか、まあこういうことが多いんじゃないかと、されていますと。また、疱疹ですかね、疱疹ウイルスの、口腔内感染による場合や、医薬品の副作用として口内炎を生じる場合もあるねと。それで、口内炎用薬のね、代表的な配合成分、主な副作用について見ていくんですけども、まあ、もうこれはおなじみですね、抗炎症作用ですね、グリチルリチン酸ジカリウム、グリチルレチン酸ですね、もうこれはもう10回以上出てますね。まあ、これはこの3字っていうところに着目して、まあ、こっちで出たとしてもね、グリチルレチン酸で出たとしても、この1のね、基本形の、グリチルリチン酸ジカリウムを思い出すということでね、何回も、話してまして、アニメワンピースのね、ここの3字、サニー号の炎症ですね。炎症を、ビッグマムから、防ぐということでね、これはもう何回も出てるんで、これはね、出たらもう儲けものというふうに思ってくださいと。また、口腔粘膜の組織修復を促す作用を期待して、アズレンスルホン酸ナトリウム、かっこして水溶性アズレンが配合されている場合もあると。まあ、これももう何回もできてますよね。まあ、これはね、ズレ、スルホンね、ズレてできた傷、修復する本、修復するもんということでね、組織修復成分ということですね。まあこれはね、しつこく何回も言ってますけども、しつこいなって感じてるっていうことは、相当程度ね、定着しているっていうことなんで、いい傾向かなというふうに思いますね。あとは、ステロイド性抗炎症成分が配合されている場合における、注意点はですね、まあこういう問題に関しては、
皮膚に用いる薬を参照して作りますと。まあ、ここでね、かなりがっちり説明してますから。なおですね、この口腔内にね、使われるステロイド性のね、抗炎症成分っていうのはですね、どのぐらい、そのね、ステロイドの量がですね、入ってるかと。まあ、そういうことに関係なくですね、長期連用を避ける必要があるねと。それで、前回のね、歯槽膿漏薬も同じでしたよねと。今は、口内栄養薬を説明してますけども、歯槽膿漏薬の時も、そのステロイドのね、はい、いくら入ってるかっていうことには関係なく、まあ、とにかく、長期連用をね、避ける必要があるということで解説してましたので、ちなみにね、歯槽膿漏っていうのはですね、このね、歯と歯肉の間の歯肉孔っていうところがあってですね、ここに細菌が繁殖ね、しやすいということなんですけども、まあ、この炎症がですね、この歯肉の炎症ね、歯肉炎が、このね、歯肉だけじゃなくて、セメント質ね、歯根膜、歯槽骨、まあ、セメント質以外は CCC と歯が入ってるんですけども、まあ、この4つの歯周組織にまでね、炎症が広がっちゃった、重症化したというのがね、歯槽膿漏という状態なので、そこもですね、ちょっと復習しておいてください。はい、じゃあですね、ちょっとね、皮膚の薬で、ステロイド性抗炎症成分っていうのをね、どういうふうにちょっと解説していたかっていうのをちょっとさらっと復習していくんですけども、副腎皮質ホルモン、ステロイドホルモンの持つ、抗炎症作用に、着目と、それと共通する、化学構造を持つ化合物が、人工的に合成され、抗炎症成分、ステロイド性抗炎症成分として、使われますと。でね、どういうものがあるかっていうことで紹介したかっていうとですね、ゾンとかゾロンとかね、エステルが、ついてるものでしたね、と。で、覚え方は、ステロイド酸、存在にはしません。エステするということでしたよね、と。それでね、この時は、ステロイド性抗炎症成分を、コルチゾン。まあ、検索、コルチゾンっていうのを検索するとですね、ステロイドホルモンの一種っていうふうにね、検索で出てくるんで、まあ、そういうふうにね、理解してもらっていいと思うんですけども、まあ、僕のがちょっと心配だなっていう方はね、コルチゾンについて詳しく検索してもらうといいと思うんですけども、これに換算して、1g または、1ml 中、0.025mg を超えて、含む製品では、特に長期連用を避ける必要があると。で、これはですね、5章のしてはいけないことっていう部分にね、これが書いてあるパートがあるんで、チェックしてくださいということでね、話してるんですけども、で今話したですね、口内栄養薬。で、前回話した、歯槽膿漏薬ですね。これは、そのね、含んでるステロイドの量に関わらず、長期連用しないことというふうにね、文章中に書かれているので、ちょっとね、注意しておいてください。で、まあ、歯槽膿漏っていうのはね、前回説明しましたけども、この歯とね、歯肉の間の、まあ、溝ですね。この歯肉孔っていうところにね、細菌が繁殖して、まあ、外歯肉炎っていうのが起こるんですけども、まあ、この歯肉炎がですね、この歯周組織ですね、歯肉、歯根膜、歯槽骨、あとセメント質ですね。まあ、これを歯周組織って言うんですけども、こっちにまで、まあ、悪化してですね、重症化して、こっち全体にこうね、炎症が広がったものが、歯槽膿漏だというふうにね、説明してましたので、ちょっとね、思い出してみてください。それで、殺菌消毒成分なんですけども、患部からの、細菌感染防止を目的としてっていうあるんですけども、ここのパートではですね、この内容で理解すればいいんですけども、皮膚の薬でね、今から説明する薬が出たときは、もうちょっと詳しくね、解説してましたねと。だから、
そのお薬の名前が出た時にね、まあ、ここの部分だけじゃなくて、もうちょっとね、詳しくちょっと思い出せるようにしておいた方が別の部分でね、点数が取れるんで、このね、セチル、ピリジニウム塩化物。まあ、これは、ここのね、口内栄養薬では詳しく書かれてないんですけども、皮膚の薬ではですね、陽性界面活性成分ですね、と。それで、結核菌ウイルスには効かないね、ということで、出してまして、まあ、他にはね、ベンゼトニウムとかね、ベンザルとか、あとセトリミドとか、まあ、殺せない4兄弟みたいなことで解説してたんですけども、まあ、これはね、セチルは、ピリッと殺せ、と、陽性を受け、決意したが、陽性っていうのはここですね、陽性界面活性成分、決意したが、結核菌ウイルスしたが、決意ですね、できなかった。ということでね、セチルと、ベンザル、ベンゼト、セトリミド、これはですね、ぜひセットで覚えておいてください。で、次が、クロル、ヘキシジン塩酸塩ですね。これは、結核菌ウイルスには、効かないということなんで、これは、死人を殺すということでね。これで、まあ、殺菌消毒成分だねと。死人ですね、ここ。まあ、ダメですけどもね。で、あとは、最新のクロールっていうことですね。細菌と真菌は OK なんで、最新のクロールと。だから、細菌と真菌は OK だけど、結核菌ウイルスはダメというね、そういう覚え方ですね、と。で、もう一つが、アクリノールですね。これも別にここのパートではね、こんなに詳しくは書かれてないんですけども、これが出たときは、これをね、思い出さなきゃいけないということで、真菌結核菌ウイルスに、効果ないと。まあ、細菌が OK ということですね。だから、黄色の色素で、衣類につくと、黄色に着色しちゃうよ、と。で、まあね、これの覚え方が、悪のと。悪ですね、悪の。悪の嫌いと。で、この嫌いと黄色をね、黄色の木と嫌いの木で、リンクさせるということでしたよね、と。で、あの神経がダメと。なんかね、その細かいとか、そのネチネチね、重箱の隅つつくようなことを言ってくるとかダメと。いうことでね、神経ですね。これが神、結核菌の毛、ウイルスの胃がダメということですね。もう一つがですね、ポビドンヨードですね。で、これは、ヨードって入ってるのはですね、ヨードとヨウ素をリンクさせると。それで、ヨウ素系の、殺菌消毒成分ですね、と。これは、ヨウ素による、酸化作用により、結核菌を含む、一般細菌類、真菌類、ウイルスに対して、殺菌消毒作用を示すと。これ全部いけるねと、要素すごいねということなんですけども、要素のね、殺菌力っていうのは、アルカリ性になるとね、こう低下しちゃうため、ごめんなさいね、剣が入ってましたね。石鹸などと一緒に使う場合にはですね、この石鹸っていうのをね、よく洗い落としてから、使用するべきだねということですね。すいません。ここね、以前はちょっと解説、もう以前も解説してるとこなんですけども、ちょっと抜けてたんでね、一応もう一回追加していくと、まあ、ここの覚え方の部分は、酔うとね、酒あるかって言って、騒いでね、モラル低下するからダメということでね、まあ、酔うっていうのは、まあ、要素ですね。あるかっていうのは、まあ、アルカリ性ですね。だから、まあ、要素とアルカリ性ね、って言って、騒いで、モラル低下するから、まあ、モラルが低下するっていうのは、殺菌力が低下するっていうこととかかってるんですけども、まあ、ダメだねと。まあ、さらにね、あとここで追加するなら、石鹸分をね、よく洗い落としてから使用するべきということなんで、まあ、よくね、あんた喧嘩するなら店の外でやりなさいと。顔にね、ブシャーってこうぶっかけたりね、なんかヒロインの女の子がなんかぶっかけたりしますよね、店のおかみさんとかね。あんたたちね、こんなとこで喧嘩すんじゃないわよとか言ってブシャーとかね。まあそんなのを追加してもいいのかな、というふうに思いますね。
で、まあ、あとね、ポビドン用土に関しては、そのね、皮膚の薬で出た時にですね、まあ、解説してるんですけども、まあ、これなんで小さくしてるかっていうとね、まあ、参考情報なんで、このね、ポリビニルピロリドンっていうのはね、別名ポビドンだと。まあ、あとね、こういうものだっていうことで書いてあるんで、興味のある方はね、検索などしていただければいいと思うんですけども、要素を、ポリビニルピロリドン、PVP と呼ばれる単体に、くっつけて、水溶性とし、徐々に要素が遊離して、殺菌作用を示すように、工夫されたものだよと、ポビドン用土ですね。で、まあ、これのね、覚え方っていうのは、ホビーショップですね、これ。ポビーですね。ホビーショップも、どんどん買いに来る人、かっこ要素が、減ってきたと。それで、まあ、殺菌消毒ね、成分、要素系の殺菌消毒成分っていうのは、まあ、ヨードっていうのが入ってますから、ヨード、要素、殺菌消毒成分と。まあ、こういうことでね、解説してましたよね、と。で、まあ、皮膚の薬の時にね、説明したのは、口腔咽喉薬や、うがい薬として使われる場合よりも、高濃度で配合されているため、誤って原液を、口腔粘膜に適応しないよう、注意する必要があるね、ということでね、解説しましたよね、と。それで、さらにですね、僕の動画のね、3章9の、うがい薬の時に出てきたね、ポビドン用土っていうのは、銀をね、含む、歯科材料、まあ、義歯とかですね、まあ、こういうのを、変色することがあるっていうことでね、解説しましたよね、と。で、まあ、その時はね、銀が変色して、どんよりするね、どんよどする、でしたよね、と。なので、上記のですね、覚え方1、ホビーショップも、どんどん買いに来る人、かっこ要素が減ってきたっていう部分とですね、覚え方2の、まあ、覚え方2としてね、銀が、だんだん変色してきて、色が抜けちゃってですね、どんよりすると。これでもいいかもしれないですね。まあ、この覚え方ね、丸1とこの銀の変色を、まあ、くっつけたパターンがね、丸2バージョンだねと。まあ、覚えやすい部分でね、覚えていただければいいのかなと。ポビドン用土はね、まあ、いろんな要素がちょっとありますんで、問題にね、ちょっと狙われやすいので、注意してくださいと。まあ、今言ったね、セチルピリジウムとか、クロールヘキシジン、アクリノール、ポビドン用土などが、殺菌消毒成分として、使われる場合がありますと。で、これからですね、消薬成分を見ていくんですけども、これもね、以前も出てますけども、シコンはですね、紫化の紫の根を、起源とする消薬と。で、組織修復、促進、抗菌などの作用を期待して、用いられますと。で、厚生労働省の手引きではですね、ここで、概要のね、地の薬で出たっていう風な記載はないんですけども、ですね、概要の地の薬でね、このもうシコンっていうのは、出てるんですね。で、その時僕がどういう風にね、解説してるかっていうと、まあ、あんまりね、僕その、手引きでカタカナで書いてあるものを、何でもかんでも漢字にしてね、これで覚えた方がいいっていう覚え方はしてないんですけども、まあ、これに関してはね、歯根に関しては紫の根と書くからね、まあ、ここで根っていうのも出てますし、まあ、紫だねと。まあ、またはですね、アニメワンピースよりですね、まあ、小紫っていうキャラクターが今ね、出てますんで、見てない方はね、ぜひ日曜日見ていただくと、次の放送も小紫出てくると思うんですけども、まあ、それはね、興味ない人は見ないと思うんですけども、まあ、そのね、和の国一の美女の、小紫がね、公演をやりますと。お座敷をね、やりますみたいなね。まあ、そういうのもいいんじゃないかな、というような感じでしたね、と。はい。じゃあですね、先に進んでいくんですけども、ちょっとね、冷房がうるさかったらちょっと申し訳ないですね。暑いとね、ちょっとどうしても喋れなくなっちゃうんでね。
それで、漢方処方製剤の、飲み薬ですね。で、インチン喉頭。まあ、これは以前出てるんですけども、内服アレルギー用薬で出ましたと。でね、皮膚の漢方薬でもありますと。で、これに関しては、生薬の代用を含むが、皮膚の漢方4つのうちでですね、唯一、肝臓を含まないですねと。で、4つの中で、代用を含むのはね、このインチン喉頭だけですと。残りの3つは、代用は含みませんと。ただし残りの3つはね、肝臓を含みますということだったんですけども、あの動画でね、別の動画でちょっと解説詳しくしてるんですけども、で、覚え方がですね、陰険な陳さんは、感動しないと。まあこれね、まあ陰陳ですから、陰険な陳さんは、感動しない、肝臓しないですね。だから、陰陳喉頭は感動しないから、肝臓がないということでね、やってましたよね。で、まあ内容を見ていくと、体力中等度以上で、口の渇きがある、口渇があるとかですね、尿量少ない、口内炎とか。まあこういうような感じですね。体の虚弱な人、胃腸が弱く、下痢しやすい人では、激しい腹痛を伴う下痢などの、副作用が現れやすいなど、不向きとされていると。まああとね、ちょっとここを解説前回してなかったと思うんでね、別の動画で。稀に、重篤な副作用で、肝機能障害が起こることが知られていると。まあ、テキストをね、僕の動画とセットで見てくれてる人がいると思うんで、そういう方はね、気づいたんだと思うんですけども、これをですね、ちょっと覚え方を追加して、陰険でね、狡猾な、陳氏はですね、異常に高飛車で、感化できないと。まあ、感化っていうのはね、肝機能障害の、まあ、感化ですね。肝機能障害を放置できないみたいなね、ことと。で、まあ、陰険でね、狡猾な陳氏っていうのは、まあ、その、まあ、口が乾く狡猾ですね。あとは、異常に高飛車ということでね、まあ、これですね。まあ、この、体力中等度以上ということですね。まあ、この辺をね、ちょっと陰沈喉頭で、ちょっとね、かけているということなんで、もうね、これはちょっと覚え方はすでに出しているものなんですけども、重篤な副作用で、肝機能障害が起こるっていうことがね、ちょっと申し訳ないですが、僕の方で抜けてたので、感化できないということでね、ちょっと追加しておいてください。よろしくお願いいたします。それで、代用を含む、漢方処方に共通する注意点は、腸の薬をね、参考にして作りますと。それで、短期間の使用に限られるものではないが、1週間くらい使っても、症状の改善が見られないときは、専門家に相談するなどの、注意が必要ですと。ここですね、1週間くらいって書いてありますけども、だから3日とか5日とかなっててですね、これが罰だっていう問題はちょっと僕はちょっと見たことがないんで、ちょっとね、そこまではさすがに出ないとは思うんですけども、まあ一応数字なんでね、ちょっと赤字にしているという感じですね。それで、ジンマシンに用いる場合の注意点は、内服アレルギー用薬で、参考にして出しますと。それでまあ最後の部分ですね。口内炎用薬の、相互作用受診勧奨ですね。で、相互作用から見ていくとですね、口腔内を、正常にしてから、使うことが大切で、口腔咽喉薬、うがい薬などを、使用する場合には、十分な間隔を、置くべきであると。まあ、これとですね、この辺は、十分な間隔を置いてねと。で、内服してね、使う漢方における、相互作用に関するですね、一般的な事項については、今後やるですね、漢方処方製剤とか生薬衛生剤ですね。ここを参照して作りますと。まあ、ただですね、生薬に関しては僕相当数覚え方を出してますし、まあ、漢方もね、それなりに出してますので、まあ、一般的な話プラス、まあ、その、
個別的なね、こういう、なんていうのかな、4つの漢方とか9つの漢方を比べてみましたとかね。まあそういう話ももっと追加で出せるとは思うんですけども、まあ4章とのちょっとね、絡みもあるんで、あんまりね、こう時間がかかってコスパが悪い場合は、4章をちょっとね、先に出すとか、3章と4章をね、3章出したり4章出したりとか、まあそういうこともあるかもしれないということはね、ちょっと考えながらちょっとやっていこうかなとは思ってます。はい、じゃあですね。あと過去問まで一気に行くんですけども、受診勧奨ですね、口内炎や舌炎は、通常であれば、1週間で自然寛解するが、まあ、寛解っていうのはね、完治とは違う概念で、お医者さんにね、定期的に行ったりとか、薬をね、きちっと飲んでいれば、まあ、落ち着いていると、まあ、そういう状態なんですけども、まあここがね、その一週間って書いてあるから罰だとか、まあそういう問題は僕はちょっと見たことないんで、そこまでは出ないとは思うんですけども、まあ口内炎とか舌炎がね、一度に複数箇所に発症して、食事に著しい支障をきたすほどの状態の場合はですね、こういう場合は病院にね、行ってくださいと。口内炎や舌炎が、長期間にわたってね、長引いている場合には、口腔粘膜に生じた、腫瘍である可能性もありますと。再発を繰り返す場合にはですね、ベーチェット病。で、ベーチェット病っていうのは何かっていうと、この口腔粘膜のね、潰瘍を、初期症状とする、全身性の疾患ですと、まずはね。で、まあ、外陰部の潰瘍とかですね、皮膚症状。これは、全身の皮膚に湿疹や小脳包ができる。まあ、あとは、目の症状ですね。炎症をきたし、最悪失明に至るなど、まあ、非常に怖い病気ですね。こういうね、ものなどの可能性も考えられるので、繰り返す場合はですね、医療機関を受診するなどの対応が必要ですと。何らかのね、この病気のために、病院でですね、治療を受けてる人は、そのね、処方されたお薬による副作用である可能性も考えて、治療をね、行ってるお医者さんとか薬剤師さんに相談することが必要ですと。でですね、一般用医薬品にも副作用として口内炎などが現れることがあるものがあるんですけども、一般の生活者においてはですね、これが副作用の症状だとわからないでですね、口内炎のね、お薬によって対処をね、図ろうとする場合も考えられますと。だからまあある意味そのね、別のお薬を飲んでいて、このね、口内炎ができて、まあそれを治そうと思って、その一般用医薬品の、口内炎用薬を使うと。まあこういう場合が考えられると。だからですね、このまあ薬剤師さんとか、登録販売者さんとかはですね、口内炎用薬を使おうとね、してる方の、どういうね、状況なのと。いうことをね、なるべく聞き取りをまあするということが大切ということですね。それじゃあね、過去問をやっていきます。どうもお疲れ様でした。はい、じゃあ過去問やっていきます。で、これは、令和元年の高知県の問題なんですけども、まあ過去問ね、4つやっていくんで、そんなに難しい問題じゃないんですけども、範囲が広いとね、取りこぼしとか、ケアレスミスがあるんで、ちょっとね、注意しなきゃいけないんですけども、口内炎や舌炎は、栄養摂取の偏り、ストレスや睡眠不足、唾液分泌の低下、口腔内の不衛生などが要因となって生じることが多いとされていると。これはどうですかね。これはもう丸でしたよね、そのまま。まあ、これは簡単ですよね。B が、歯根は、紫化の紫の根を、起源とする生薬で、組織修復、組織修復促進、
抗菌などの作用を期待して用いられると。これはどうですかね。これはね、ちょっと右側の画面をスライドしていくとですね、まあ覚え方が、まあね、シコンに関しては、僕はね、あんまり漢字はちょっとこう、漢字推しじゃないんですけども、まあ紫のねって書くからね、まあね、まあここ紫になってないですけども、まあねということでね、まああとは、アニメワンピースのね、小紫公園ということでね、こっちの公園の方を押さえたということでね、漢字と、ワンピースをね、組み合わせれば大丈夫ということでね、これは丸ということですね。一般用医薬品でも、副作用として、口内炎などが現れることがあるため、医薬品の販売などに従事する専門家は、使用者の状況を、把握するよう、努めることが重要であるということなんですけども、これはどうですかね。これも丸ですよね。まあ、あとはね、まあこれ知ってるとは思うんですけども、まあ努力義務っていうやつでですね、まああとは例えばしなければ、絶対にしなければならないとか、まあそういうふうになってれば、まあ罰ということにね、なるんだと思うんですけども、まあなかなか売り場にお客さんが来たから強制的に絶対聞くっていうのってちょっと難しいんでね。で、まああとちょっと法律的な話をするとですね、この義務にする前に努力義務にした上で義務にするっていうね、国民に負担を強いる場合もですね、いきなり国民しなきゃいけないってなると反発くるんで、努力義務で忍ばせておいて、で、いつの間にか義務にするみたいなね、そういうのもあるんでね、ちょっと注意しておいてください。まあ、あといろんなね、法律やなんかもですね、込み込みでね、わからなくしてこう、法案出してくるみたいな戦法もあるらしいんでね、ちょっと注意しておいてください。で、陰沈喉頭は、口内炎、湿疹、皮膚炎などに適すとされるが、稀に重篤な副作用として、肝機能障害が起こることが知られているということなんですけども、これはどうですかね。これはね、ちょっとスライドさせていくとですね、まあその漢方で、陰沈喉頭に関してはね、大王が入っているのは、陰沈喉頭だけ。で、さらに、まあ、唯一肝臓を含まないと。4つの中でね。で、まあ、これの覚え方が、陰険な陳さんは、感動しないと、肝臓ないということでしたよね、と。で、まあ、体力中等度以上で口が乾くとかね、まあ、口内炎とか、まあ、体が虚弱な人、胃腸がね、弱く、下痢しやすい人は、副作用が現れやすいと、などのね。まあ、あと最後に、稀に重篤な副作用で、肝機能障害が起こることが知られていると。これがちょっとね、僕が漏れていたやつですね。申し訳ないです。で、これは、覚え方なんですけども、陰険で、狡猾な陳氏はですね、異常に高飛車で、狡猾っていうのは口が乾くでしたね。異常に高飛車で、まあ、異常っていうのはですね、体力中等度以上ですね。で、感化できないと。まあ、感化できないの感っていうのは肝機能障害の感で、まあ、できないっていうことなんでね。まあ、軽く見れないみたいな感じですよね、と。だから、まあ、これは丸っていうことで、全部丸になると4番と。まあ、これね、4番が例えば分からなかったとしても、A, B, C がね、まあ要するに D が分かんなかったとしても、A から C が分かってるとですね、A から C が正しいになってるのって4番しかないんで、この時点でね、もうこれが分からなくても、できると。まああとさらに言うなら A と B がね、正しいってなってるのって4番しかないんで、ぜひですね、こういうテクニックも、ちょっとね、気をつけて覚えておいてください。はい、じゃあもう一問いきます。これは、令和元年のね、大阪、関西広域の問題なんですけども、A が、口内炎が長期間持続、あるいは再発を繰り返す場合には、口腔粘膜に生じた腫瘍や、ベーチェット病の可能性があると。これはどうでしたかね。
これはまあ丸ですよね。でまあちょっとね、このベーチェット病っていうのがまあ若干ねちょっと厄介なので、まああとですね、まあ一応その口内炎とか舌炎はまあ通常であればね、1から2週間で自然寛解するがと、まあこれもちょっとね、頭の片隅にちょっと入れておいていただきたいんですけども、まあ複数箇所だとね、病院に行かなきゃダメだよとか、まあそういうことなんですけども、まあこのベーチェット病っていうのはもう一回だけ言いますと、口腔粘膜の、潰瘍をね、初期症状とする、全身性の、病気ですね。外陰部の潰瘍であったり、皮膚症状、目の症状ですね。これは炎症を起こし、最悪失明に至ると。まあ、失明には至るような病気じゃないとか、まあ、そういうことも出ないとも言い切れないんで、一応ね、押さえておいてください。で、口内炎は、医薬品の副作用として生じる場合もあると。これは、丸でしたよね。で、C は、歯肉炎が重症化して、炎症が、歯周組織全体に広がったものであると。あ、ごめんなさい。歯痛ですね。歯痛は、歯肉炎が重症化して、炎症が歯周組織全体に広がったものである。まあ、これは×ですよね。で、これはね、歯の薬のところで、やりましたけども、もう一回ね、復習すると、歯周組織っていうのは、歯肉とね、歯根膜と歯槽骨とセメント質と。で、まあ、ここのね、歯と歯肉の間、歯肉口ですね、溝。ここに細菌が入って、まあ、歯肉炎を起こすと。で、それが、重症化してね、こっちにガーッと広がっちゃったのが、歯槽膿漏なんで、歯痛じゃないと。歯槽膿漏であれば丸なんですけども、まあ、歯痛だから×だということですね。それで、歯痛薬は、歯の右側を修復すると。これも×ですよね。これはちょっとない、今のお薬じゃないですよね、これはね、修復ってなると。まあ、それでですね、あくまでも、応急的にね、この痛いのを鎮めることが目的なので、修復じゃないということですね。はい、すいません。答えはね、これは1番でしたね。それじゃあね、もう1問やっていきます。これはですね、平成29年度の、東京の問題なんですけども、ちょっと見えないかな。ですね、まあ、正しい組み合わせ問題ですね。口内炎は、口腔粘膜に生じる炎症で、口腔内の、粘膜上皮に、水泡や潰瘍ができて、痛み、時に、口臭を伴うということなんですけども、これは丸で大丈夫ですよね。でですね、次が、歯根は、紫化の紫の根を、起源とする生薬で、組織修復、促進などの、作用を期待して用いられると。これはどうでしたかね。歯根は、紫の根でしたよねと。まあ、あとワンピースの、小紫抗炎ですね。まあ、抗炎っていうのは、まあ、その抗炎症の方をね、ちょっとやってましたけども、まず、組織修復促進の方もね、あるっていうことなんで、これは丸ということですね。で、C がですね、アズレンスルホン酸ナトリウム、水溶性アズレンは、患部からの、細菌感染を防止することを目的として、配合されているとあるんですけども、これはもうわかりますよね。何回も出てきてるから。これは、あずれ、ずれてできた傷、修復する本、するもんですね。だから、組織修復成分だから、×ということですね。〇〇×っていうことは、2番が正しいということですね。はい。じゃあ最後ね、過去問やっていきます。ちょっと近いですけどね、画面がね。ちょっとやっていきます。あとね、ちょっと例文もうるさいかもしれないですけどね。申し訳ないですね。平成29年度の新潟の問題なんですけども、まあ、組み合わせ問題ですね。A が、
口内炎は、放心ウイルスの、口腔内感染、医薬品の副作用として、生じる場合もあると。これはもうわかりますよね。まあ、あるですよね。で、たびたび説明してますけども、口内炎は、通常であれば、1から2週間で、自然寛解するんだけれども、一度にね、複数箇所に、発症して、食事に著しい、支障をきたすほどの状態であれば、医療機関を受診するなどの、対応が必要であると。これはもうわかりますよね。丸ですよね。で、まあね、何回もその繰り返す場合には、まあ、ベーチェット病ですね。先ほど説明した。それの可能性もあるので注意が必要ということですね。で、C は、口腔粘膜の、組織修復を促す作用を期待して、アクリノールが、配合されている場合があるということなんですけども、ちょっとこっちにはけてね。で、これは、心筋結核菌ウイルスにね、効果がないということで、さらに黄色の色素で、衣類につくと、まあ、黄色がついちゃうよと。で、まあこれがね、悪の嫌いと。まあこれが黄色でやりましたよねと。で、あの神経がダメと。神経いいですね。がダメと。まあこれね、まあ悪だから、殺人をする悪い人っていうことでね、殺菌消毒成分ということもね、ちょっと追加しておいてください。まあなんとなくね、消毒っていうイメージがあるのかなとは思うんですけども、なので、これに関してはね、組織修復じゃないよっていうことなんで、×ですねと。で、丸々×ってなると、4番が正しいということですね。じゃあ、組織修復ね、成分っていうのは何だったかっていうと、わかりますかね？思い出せますかね？アズレンスルホン酸ナトリウム、水溶性アズレンでしたよね。ずれてできた傷、修復するホン、するもんですよね。っていう感じでですね、まあ、今回の動画が、結構ね、その今まで聞いたことがあってですね、お前しつこいなと、うざいよと感じた方は、ベースのね、もう知識が相当上がってるっていうことなんで、まあ、7割くらいはね、十分もう取れるところまで来てるんじゃないかなと。まあ、2章がね、7割の14点、3章が7割の14点、で、1章が、まあ、18点ね、9割、取れたとするとですね、4点、浮くじゃないですか。1章14点でいいのが18点取れたら、プラス4点多いですよね、と。そしたら、4章と5章はね、7割の、それぞれ14点ずつね、取らなきゃいけないんですけども、4点余裕があるんで、それぞれ2引くとですね、4章12点、5章12点、まあ、これでも合格っていうことになるんで、いかにね、やっぱり1章から3章をどういう点を取るのかということがね、大事だという部分かと思います。今回はね、こんな感じになりますので、まあ、質のね、低い動画をポンポン出してもですね、ほとんど、テキスト読めばいいだろうっていうことになっちゃうんで、まあ、出すときはですね、意味のある内容っていうことで、出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。GoTo で僕が泊まりには行きませんので、ご安心ください。近場は出かけますけどもね。試験が近い方はですね、ちょっと厳しいようですけども、ぜひね、勉強。若干家で息抜き、散歩とかね、そんな感じでね、ちょっとやってみてください。まあ、若干太るかもしれないですけども、試験が終わったら頑張ってね、痩せるとか。まあ、そういう感じがね、いいんじゃないかなというふうに思いますね。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。